1990年ソビエト連邦大統領選挙は、1990年3月14日に行われたソビエト連邦の国家元首である大統領を選出する選挙である。ソビエト連邦では、1985年に共産党初期長となったミハイル・ゴルバチョフが提唱したペレストロイカによって、経済、社会を中心とした改革が行われてきたが、やがて、 ソビエト連邦共産党による一党独裁体制そのものへと範囲を広げることになる。まず、1989年には国民の直接選挙によって人民代議員の選挙が実施された。その結果誕生した人民代議員大会と常設の立法機関となった最高会議は共産党の影響力を脱することに成功するが、1977年に 制定された憲法では、共産党による一党独裁体制を保障する第6条が残されていた。しかし、1990年3月に召集された第3回、ソビエト連邦人民大議員大会では、第6条の全面改正を盛り込んだ憲法改正法案が採択され、それまでの最高会議議長に代わる国家元首として新設された大統領を選出することが決まった。 なお、憲法改正法では直接選挙で大統領を選出することになっていたが、初代大統領に限って人民大議員大会による間接選挙で選出されることになった。1990年3月14日、憲法改正法が人民大議員大会で採択され、即日発行した。それを受けて、初代大統領を選出する選挙への立候補者、 推薦手続きが行われた。憲法改正法の発行を受けて開催された共産党中央委員会総会では以下の3名を候補者として推薦をすることを決定した。このうち、ルイシコフ首相とバカラチン内相が立候補自体を申し出たため、最終的に候補者として残ったゴルバチョフ最高会議議長への事実上の信任投票の様相を呈した。 推薦手続きの終了を受けて投票が行われ、3月15日午前に結果が発表された。人民大議員は定数2250人だが、大議員の死去などで第3回人民大議員大会が開催された当時は2245人となっていた。このうち投票用紙を受け取って投票した2000人の人民、大議員のうち、 実際に投票したのは1878人。欠席は245人、棄権は122人である。結果はゴルバチョフが投票用紙を受け取って投票した2000人の人民、大議員のうち59.2%に当たる1329人の支持を獲得し、大統領に選出された。結果が発表されたのを受けて、ゴルバチョフは 大統領就任先生と就任演説を行った。ありがとうございます。